今回はこのフェイス8の AC 電源の、ボルト数、電圧を測ってみようと思います。ですね、でこの赤の、メモリが、が目安になります。で、2のところが100ボルトです。で、1メモリ刻みで10、20、30、40、50、60とです。行ってみます。で、AC をオン、そしてこれを入れます。よいしょ、こんな感じ。そしてはい、赤のとこです。で、2のとこが100ボルトということは120ボルトぐらい出てるってことですね。なるほどです。これで、カーボンヒーターの150ワットで使用したときに、家庭用のコンセントで使った場合と、このポータブル電源で使った場合にの温度差、暖かさに違いがあったのが納得がきました。うん。